はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと新しい企画の取り組みについて、皆さんにお知らせしたいと思います。最近、僕の方では裾野 ai という音楽生成 ai についての情報をたくさん流しています。けれども、皆さんも音楽作成ってやったことはあるでしょうか？今までは dtm というのに関心のある人が。 デジタルオーディオワークステーションというソフトを使ったりして音楽を作ったりしていました上手に作れる人はまず問題がないんですけれども DTM って習得するまでにとっても時間のかかることです僕のレッスンでは早く作ることこれを第一の目的にしています早かろう悪かろうではダメなんですけれども80点の 仕上がりのものをなるべく早く作れるようになるそれがとっても大事ですなぜなら DTM をやり始めた人の約80%が挫折するとも言われているからですですから早く形にしてもらうそんな風にしてるんですけれどもそういう前置きをした中でですねなかなか難しいですでも最近の生成 AI それによって音楽が簡単に作れるようにもなってきましたしそういう DTM の趣味のある人ではなくて TikTok とかで動画をアップしているその BGM を自分の思うように作りたいなそんな人もたくさんおられると思いますそんな人にはこの生成 AI の音楽作りというのはもってこいだと思いますしそのクオリティが 日に日に良くなってきているのが現状です。じゃあ今度はなんとかスノー a i を使っていい音楽ができました。YouTube とかにアップをします。でもですねなかなか簡単には聴いてもらったりできません。それは従来からの音楽でも一緒です。最初の頃は100人に聴いてもらう。これは実際やった人だったらわかると思うんですがなかなか難しいことなんです。 それでみんんな悩んだりしてるわけです。す。そししてて諦めもしてます僕は Facebook のグループなんかもやっていますし生徒さんとか音楽仲間とかたくさんいますのでですねそんな人にもやりがいというのを持ってもらってですねもう少したくさんの人に聞いてもらうために自分のチャンネルでも頑張って勉強をしていくけれども僕のチャンネルで紹介を ししていきましょうとで単に紹介するだけじゃなくってですね今画面に見せていますようにスの a i クリエイタークラブというのを作りまして一応規約のようなものが書いてあります音楽を副業にしたいぐらい意欲のある方のみこれに限定はさせていただいていますいやそのぐらいできないよそれは大丈夫なんですそのぐらい 一生懸命してしてほいいなととうことそういう意味でこの文言は書いてあると思ってくださいそしてつなぐこととかもわからなくってでも人が聞いてかっこいいなと思うような音楽ならいろんなストックサービスのようにはいこれは審査不合格ですとか言うのではなくってゆるくゆるくさせていただこうそんなふうに思っていますただしタイトルの先頭には 今赤文字で書いてあるように「のクリエイターメンバー動画」ということを明確に書かせてもらっていますしまたメンンバーさんのの自分の本チャンネルですね、それの紹介もしています。そういうメンバーさんが作った動画ですよということでですねそれをきっちり書くことによってそういう仲間の動画なんだなというふうなことを 明確にすることによって敷居を下げても僕のチャンネルにもしくは他の方にも悪い影響がないようにここでるくでもも参加してててらえるように今は決めてやっていますそしてここでは収益ということも書いてあるんですけれども1,000までは10%これを頑張ってくれた皆さんに還元しようということです。 そのためのデータベースというのもちゃんとできていまして表でこのように管理することをもう準備が終わっていますただし音楽での収益なんていうのはもう経験済みの方はわかると思うんですが本当に子供のお立ちん程度ぐらいですそりゃ何百万回というようなメジャーさんのようになればそれは別の話ですでも我々 一般のミュージシャンというのはそんなに知名度もありませんから、いくら僕のチャンネルが今約8000人ぐらいいてると言ってもですね、そう簡単ではありません。これは僕の方ではモチベーションフィーという風に呼んでいます。勝手に呼んでいます。実際作ってお互いが勉強してノウハウのやり取りとか、そういうことを主に考えた中の、 その楽しみということでこんな企画をやってみました誰も損しないしですねもう実際やりかけている方には子供のお立ちに程度ですけれども収益を分配できる状況がスタートしていますこんな面白い企画を考えましたのでただし今日はこの PR をしているもののはいたくさんみんな集まってというわけではありません 一番冒頭に書いてありましたように副業にしたいぐらい大好きで音楽作りが楽しくて楽しくってしょうがないそういう方そして僕がやってる Facebook のグループに来ていただきましてそして情報交換などが簡単にできるそういうような方に限定しながらぼちぼちやっていきたいと思います。まだ今のところ様子見 という意味で、親しくなった仲間とか、そういうところからスタートをしています。ただ、先日から YouTube の攻略法というのを伝えています。タイトルに曲名とか制作者の名前を書いて、それでいいんですかと。アイデンティティを PR したいことはよくわかるんですが、YouTube のタイトルというのは、検索されることにとって でもシビアアななな重要なエリアなんです検索したことは YouTubeAI がおすすめをしてくれたりする一番の美味しいエリアなんです皆さんの楽曲「春に向かって」とかですね「制作者〇〇歌詞〇〇というようなそんなタイトルをつけて誰が検索しますか我々はメジャーのアーティストのように知名度がないわけです。 それなのに大事な約100文字ぐらい入れれるエリアをですねそんな風に使っても全く成果が出てきませんそういうことを僕のグループではもう耳にタコができるぐらい言ってまして、まあ、それを実践してくれたお友達でもあり元メジャーアーティストの亀岡敏之さんがあまり YouTube 動画には力を入れていなかったんですけれども最近ですね その戦略をうまく使ってやってみたらなんとなんと思いもしていなかった2週間ででで1万アクセスそこまでいくような結果も出たんですいわゆる皆さんにお伝えしたやり方がある程度は成果出ててもしくはその100200という数を一生懸命やってる人もちょっとその工夫をしてくれて 今まで30人というのがなんとか100人すぐに越してくるねというような結果というのがついてきましたんでこんな企画を考えるようになったんです。ぜひ皆さんも素の AI でいい音楽ができましたら自分のチャンネルで頑張ってみたけどなかなか聞いてもらえないな せっかくいい音楽できたのにみんなにもっと知ってほしいなそんなご希望がありましたら今画面に示したようなパンフレットみたいなものまで作って組織だって一度やってみようということでみんなで盛り上げている次第ですもしよかったら概要欄からグループを覗いてもらったりとかそして詳しくもう一度動画を見直してもらってですね ここに書いてあります文章ですね。これは専用のこんなスノー AI 研究所というサイトを立ち上げていますので、そこのスノークリエイター。このところにスノー AI クリエイターズクラブ。この内容がありますし、このページはスノー AI におけるヒント。こういうものだったりとか、もしくは歌詞ソフト。皆さんもとってもご存知で、 たくさんの人がこの ChatGPT の GPT 図というのを使っていただいてるんですけれどもその AI に関わるとっても便利な GPT 図をアイコンをクリックしていただくだけでですねピュッとこうするとそしたら GPT 図の画面に飛んでいくというふうに作っていますので参加するとか参加しないとか別としまして一度覗いてみてください。 今日はちょっと新しい取り組みの案内をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。またねー。